皆さんこんにちは、 VTuber のキマイラです。スペイン語、デュオリンゴスペイン語なわけですが、今日はちょっとね、要塞などちょっと何作るかちょっと言えないんですけれど、要塞などをしていましたので、と言ってもまあ他の外国もしたいので、今日もスペイン語は学習履歴つけるくらいにしようかななんですけれども、ちょっとね、スペイン語、自分の貯金してる分を使って前に進むと後でついていけなくなりそうだからということで、もうハートも5なので間違わないでやっていける、もう前もって使った持っとかなきゃいけない、貯金として持っとかなきゃいけないんで、で、まあ、自分としてはこうスペイン語、ラテン語系なので、ポルトガル語、近いからポルトガル語と、まあ、もうオリンピック終わっちゃったんですけど、ちょっとフランス語で、ちょっとそれだけでも重たいので、イタリア語は難しいかなという感じで思ってます。というわけで進みます。Welcome to press tense one. Tense one という言い方をするんですね。Your practice is the rules of press tense one. One というのがポイントついてるからな。First かな。But first, これ、ピリオですね。文章は tense one. First かもしれない。But first, read a few tips. 何かこう、ヒントがあるみたいなんですが。Let's talk about present tense or verb endings change depending on who's doing the action. 誰が喋るかによってこう、変化が違う、変わります。誰が喋ってるかによって語尾が変わります。語尾って書いてね、まあ変わりますと。Ending、語尾が変わりますと。Subject word verb。Hablar, 話すですね。出るかな。Hablar. To speak 出ますね。To hablo, to hablas, el, el, hablo. かざすと音出るのかな。Hablo. Hablo. Hablas. Hablas. Habla. Habla. この辺は、これが、to って上がるのかな。To. To. そんなに上がらないです。L。この辺がまあスペイン語、どこであるのとないのとで、ちょっと意味が違ったりするのが、音で区別し、もう語順でいいのか、音も聞き分けられた方がいいのかっていうのが、Yo hablo español. Tú hablas español. Yo hablo. Ella. なんかよくわからない。ドラッグドロップじゃないですね、これ。今日、コンプロ、ウナ、ビシクレーター。まあ、この間買う、やってましたよね。今日、アブレ、エスパニョール。あ、ちょっと待って。この人踊ってない。踊るようなあれじゃなくなってしまってるけど。Yo hablo español. Hablo. Hablo. Él habla. Habla. Español. Yo compro. Tú compras. Ella compra. Yo necesito.
Necesito. Yo necesito un hotel. Tú compras. Él compra. これか。ちょっと画面に映ってないと思いますが、こちらちょっとキーボード、スペイン語のものに変えてます。変えようとしています。とかあるかな、あるある。ね、Tú compras, él compra. ついてます。Tú?Tú compras, él compra. Tú compras, él compra. Él carga, chuto. Tú compras, él compra.前見たときにあのコンピューターと間違えたぐらいだから R だったんじゃないかななんだけど、はいはい、to paga pagas paga 意味わからない、はい、pay ですね、yo necesito toメッセージ出すですね。まあ、今のところは R 同士ですね、これ。うん。はい。じゃあ、エルコンプラ、マンサナス。マンサナ、リンゴだったかしら。Manzanas. Ningún es ni. Él necesita un teléfono. Ay. Yo pago, ella paga. Yo pago, ella paga. Tú necesitas un taxi. Ay. Yo pago, tú pagas, ella paga.Yo pago, tú pagas, ella paga. ちょっとね、まあ、あの、典型的な、なんか来た、みたいな感じ、あの、文法の教え方の、なんか、すごい、なんか、年バレるから言いたくないような。Yo pago, tú pagas, ella paga. She speaks Spanish. Ella habla. El francés está aquí, ¿no? Ella habla español. Entonces, ¿cuánto río ya me te curé en ahí? ¿Dos?画面入ってるかな。入ってますね。ね、ちょっとあのショートカットで止まるはずなんですが、なんでだろう。さっきお通りは始め。ね、ちょっとあ標準にす。あ、だからそう、標準じゃない。止まる方の、はいはい。ショートカット入れてたのがなんか外れてますね。
なんかちょっと、すごいなんか単純作業になってる感じすごいするんですけど、ちょっとカットが効かないのにちょっと今ごまかそうとしますけど、はい、同じかな、これでこれを入りますね、入りますね、ごまかそうとしたんだけれども、だからショートカット今入れたらいいんだ、はい、うん、はい、ということで、まあ、なんかね、昨日触ってないの、昨日、うん、触ってないの、なんでしようとかって勝手に消えるんだろうなんだけど。うん、若干吹き出したけど、触ってないはずなのにな。単純作業、じゃあ行きましょうか。うん、本当だから、語学関係のやつ、本当の、もともとのデュオリンゴの方々にお願いしたいんですけど、もともとのデュオリンゴが今そうなのかな。ちょっとまあ、うん、どうなんでしょうね。まあ、カウマンさんとかが、ちょっと、おすすめしてるのも、まあね、リンクのオーナーなのに、まあ、併用してるみたいなことも、見たんですけれども、まあ、とりあえず、なんかそういう闇深い感じがすごいしてますが、まあいいです。とりあえず、やっていきましょうか。これちょっと様子を、どうしよう。うん。スペイン語でも続けられなくなるかもしれないみたいなちょっと怖さが今あるんですが、エール同士に始めたね、これヒントの時もアウト押しでしたよね。思っていた。はい、順調だった。もうちょっとね。うん、なんかまあ、本当なんか。コンテキストがなくなるみたいな。Ella quiere, yo quiero. そんなことも言いたくないぐらいなんですけど。あ、じゃあなんか、コンテキストっていうの作れれば、使えば俺らにも仕事くれるみたいな感じになるとものすごい怖いんですけどね。Ella quiere, yo quiero. Ella. Ella quiere, yo quiero. Yo quiero.さっきケレールあったっけ？ネセシート、ネセシート。ビボ、トビベ。ビビル。ビビル。はい。
quiero un café. ¿Qué? なんかもう、うん、あの、その、この間の関東語までのつまらなかったが、ガーン戻ってきたもんな。コメス、コメ。Tú vives, él vive. てか本当にね、まあこれもうパターンで分かってるんですよ、もうあの漢字帳のなんか何行目かで字分からなくなるあのパターンなんですよ、これ。Tú vives, él vive. Tú vives, él vive. Vivo. Vives. なんかもう全然文章読んでないけど、この最後の O 来るやつと ES 付くやつ入れればいいんでしょみたいな、なるパターンね。で、3日後の忘れてるパターン。3日もしなくて。意味分かってないけど、とりあえず O のやつ入れた、ES のやつ入れた。ベベス、ベベ。Yo vivo, tú vives, él vive. Yo vivo, tú vives, él vive. La mujer vive en un apartamento. Ay, ma. Yo soy tip de que te. Ay. Ma, él dos de ir. Yo soy de te. Ajá.まあまあ、え、うん、なんとか、え、ああ、うん、to be, oh, to be best, and era be, be, ああ、いいじゃないね。ラムヘア。いや、だからそんな覚え方もしてないんだけど、ラムヘア。Vive. この形で踊りとみようみたいな感じなんですが、
本当にもう、いや、関東語じゃない、なんか、中国語で韓国語やってた時につまんない、なんかスタッフ戻ってきた、みたいなね。確かに、今日。そうだね。タイピングするんじゃないの。ちょ、そう、ちょ、エレス、エレ、エレ、エス、はい。ちょ、そう、ワン。ミマドレ、エス、インテリヘンテ。まあまあ、今までもこう読むやつとか、いやまあ、本当こういうのをデュオリンゴでは向いてないと思ってるんですけど。だから一つのなんかそういうサービスで完結するっていうのも確かこう文法についこれだったっけね文法についてなんか自分でこう勉強できるよみたいなのがついてるやつこれだったかなとエスタスエリエリエスタね、yo tengo tu tienes el ella tiene 本当にこれ大嫌いちょっと自分の大学の名前言いそうになってこんな授業で自分ドイツ語できるんだけどまあまあ単位取ってたら卒業単位に間に合うんでっていうんでドイツ語の一番こうまあ自分一回出てるんで一番こうまあいくつかあったからその一番難しいやつを受けたら、こればっかりやらされて、半年間。しかもちょっと、先生ちょっと間違えるというか、まあちょっと、わざとだったのは分かってるんですけど、まあこれをもう語学の、なんだろう。確かにね、まあ、今はどうだろう。私の時代ってもう中学の授業ってこうだよね、みたいな。英語の。てかまあ、初級の外国語もこれだよね、みたいな。ちょ、天狗アブエロ。エリア。Tienes un carro, carro, nada que. Carro. Carro, hi, hi. ¿Cómo te da? Ella, desne, hi. Tú estás, él está. Tú estás, estás él está. San Nacheta. Tú tienes un hermano. Anata, que o de unicha o todo, mucho más caro, desne. Hi.Tú eres un hombre. あなたはお兄さん持ってます。あし、まあ、持ってるよねにするのかな。はい。Tú eres un niño. あなたは女の子でしょ?なんか嫌だ。Yo estoy. Yo estoy aquí. Tú estás.
私ここにいます。あなたここにいます。私ここにいます。あなたここにいます。私ここにいます。あなたここにいます。Yo soy, yo estoy, yo tengo. Yo soy, yo estoy, yo tengo. Yo soy, yo estoy, yo tengo. Mucho no te nega, o voy ni cuide. Yo soy, yo estoy, yo tengo. Ah, typing es un caso. Yo soy yo. Estoy yo. Tengo. No, pili, no, como no hay nada, pero la batería es que no se puede hacer. Yo クイアだった英語の先生とか思い出し、みパスポルテ、みマスポル、みパスポルテ、エスタアキ、エスタアキですね。エルキエ、ね、ペロペロインカ、ペロ。は？あ、ニーニョ、あ、さっきのニーニャをニーニョって間違えたかもしれません。ニーニョ、男の子ですね。はいはい。ね、これまあちょっとだから。うん。まあ、難しいから、まあ、こう、ボーイ書いて、まあ、ね。ボイス、うん、あ、じゃあ、カバー、カズカバー、うん、意味出るから、エレス、うん、うん、はい。Yo tengo, tú tienes, ella tiene. Yo tengo, tú tienes, ella tiene. はい。Tú tienes una...Tú tienes una reserva. Yo tengo una reserva. あなたは予約を持ってますか？私は予約を持っています。ですね。予約だよね。Reserva. はいはい。Ella tiene un carro. はい。Get more with Super Duolingo. Reach your language goals fast with premium features that optimize your learning. With no limits to the mistakes you can make and no ads. Super learners are 4.2 times more likely to finish their course. Upgrade your learning with Super Duolingo.まあ、踊りましょうか。Yo tengo un carro.Tú tienes un hermano. El hombre bebe agua. あの男性が水を飲んでいるですね。Yo estoy. Tú
estás, él, ella, está. はい。もうね、変化、そうね、ちょっと、なんて説明したらいいんだろう。まあ、変化は分かりましたね。ここにやっぱり意味を、やっぱりちょっと、一緒に、身につけた方が、まあ、ね、だから、人間生きてて、なんか、お母さんここにいるよとか、お父さんがビール飲んでるよとか、その、ね、何かそういう言葉にこう、意味してる状況が一緒に分かる状況で生きてるわけじゃないですよ。か。で、まあ、yo soy, tú eres, él, es か。の区別。まあ、両方、英語で言う B 動詞に当たるんですけど。Estoy. うん。これじゃちょっとわからないですよね、とかあって。だから変化と一緒に、その意味の違いがわかるようななんか文章だったり、何かがあった方がいいのに、とか、いろいろあって、これだと本当無機質だから、パズル解いてる、まあ、パズル解く人が、のが好きな人はいいけど、こう、言葉が好きな人はそうじゃないんですね。Él come una ensalada. Ensalada. Él come, él habla. No, ma, 彼は食べ、彼は喋る。はい。そうですね。Él come, él habla. 一応まあ、L の発音になるように頑張ったつもりですけど、まあ、録音聞いたらね、あるとかあらないよって言われるかもしれないんですが。Yo vivo, tú vives. Él vive. Vive. 私バレるからね、これ聞いたらね、なんかもう、何を連想するかを言っちゃったらね。バレちゃうけど、志村けんさんおっすら見えたよみたいな。ちょびえぼ、ちょびえべ。えじゃ、えじゃ消えれ。パガール、パガールなんだったっけな。パガール。ここは分からないでしょ。Ella. 彼は払いたいかな、だけどまあ。うん。あ、じゃあ彼女は払いたいですね。うん、そんな友達が欲しいんで。はい。Yo soy tú eres el ella es.Tú necesitas, yo necesito. Tú necesita, yo necesito. Tú necesitas, yo necesito. これが確かにね、ヘブライ語だったり、ヒンディー語だったり、アラビア語だったり、文字を覚えるのが大変ですって、これをやってたら、まあ、Tú necesitas, yo necesito. この文字はせって読むんだとかそういう、そこにやりがいがあるときはこれいいんですけど。Tú hablas inglés? これもちょっと語順どうなの、hablas tú inglés じゃなかったですかなんだけど。The Spanish sentence is unnatural or has an error.
こういう、まあ、こね、なんか、答えのこう、文章おかしいんじゃないですかみたいなのが、あの、韓国語、中国語でこう書かれてる時の韓国語の、あの、クイズの時はなかったですよねっていうことで、なんか、ね、あの、不自然な、これね、スパニッシュで書かれてるから、まあ、英語でね、まあ、変な文章、ここは出ないんだろうな、はあるんですけど、問題ね、中国語がおかしいみたいなことあったから。じゃあ、油。じゃあ、油。ella es interesante. はあ、彼女は面白い。yo necesito agua. まあまあ、人は水がいりますね。tú estás, tú eres.Estás, tú, eres. あの後ろがこうね、あのアクセントかなんか言ったような気がするんですが、そうですね。あ、L ね、R でしたね。あと、tú estás。まあまあこういうのがあるので。あのまあまあもうハートが2なんじゃないかな、あんまり長く勉強できないですよねっていう、うん、まあこういうのもだからね、タイピングとか間違えないようにとかあるんで、まあ、続けたければまあ、他で勉強 してないとあっという間に、まあ、今まだ持ってるけど、うん、もうね、瞬殺される日が来るので、あ、ヒントあります。はいはい。ないので、そういうアクセント。もっぴんみ、日本人作業になっちゃうんで、と、えや、ねえねえ、私は知らないんですよ、こうスペイン語、まあこれビデオでもないし文章でもないので、あの英語なんか目的語がなかない文章って作れなかったんじゃないかな。だから、you have, she, you have, she has みたいな。何をっていう。うん、まあまあ、ピリオドないし、だからそういう、まあ変化の練習でしかないんですが。間違ってるし、ああ、はい、もういいやの。Tú estás, tú eres。Ella。まあまあね、やりがちなのが一人称、二人称、三人称を並べてしまいみたいな感じのことをやろうとしたんですけど。
どうしましょう。ハート1でこれを、ね、なんか途中でダメで、踊ったままボーみたいなのも恥ずかしいんですが。やってみましょうか。なんか途中でアウトな気がする。はい。トゥーコメス。はい。トゥーコメス。コメス。なんか自信なく、コメールって、食べるだったと思うのに、じゃあ、食べるだったのに、英語のカムに似てるでしょ？文章になってないと何だったっけなってね。ごめん。ごめん。食べるですよね。単語のカムにしか見えないものをたくさん見るとね、カムだったっけみたいになってきて。Tú estás, tú eres. Tú estás, tú eres.Tú estás, tú eres. もうね、なんか本当になんか韓国語の途中からとすでに同じ状態になってて、Tú estás, él está. Tú estás, él está. Yo quiero un café. Lo compro. Tú compras.なんか文法の、あ、だからね、母語的に習得するの無理で、文法の学習はいるって言ったけど、この形じゃないっていうね。勉強嫌いな人が作ったらこうなるんだろうな、みんな。分けて、まあちょっとね、あんまりこの姿勢、あの、まあ全然何もし、あの、してない、気をつけても何でもない姿勢で、うん、ちょっとあんまりこの姿勢じゃなくて、はい、ですよね、うん、まあなんとかね、ハート残した状態で、まあ一つの踏み台は行けたななんですが、あの、踏み台を行けたという実感しか湧いてなくて、スペイン語を勉強したとか楽しんだとかいう
意識が全然ないんですよ。違う違う、そうじゃ、そうじゃないみたいな感じの、強たってしまいましたが、まあちょっと今韓国語の自分リンクとか使ったテキストを作ってて、まあこれから作りかけてるのか、文法積み上げ式のテキストを使ってやっている、私の思う文法積み上げ式ってこうだよねっていうのがあるんですけど、ただ私が見てるのは文法積み上げ式のテキストなだけなんで、動画の方で膨らましてるはずのを見てないんですよ。もともとの版権のところの著作権をできるだけ侵害しないようにということで、動画の方を見れば、その韓国の文化だったり、その文法的な、こともテキスト以上のことが話されている可能性すごい高いんですけど、とりあえずテキストの本文だけで、やってみよう。しかもちょっと本文書き換えたりして、で、だから実際少ないんですね、例文とかが。だからネイティブの人が作っていたりしたら、テキストはこんなちょっとしか例文がないけど、動画を見たら、もっと身につくように楽しい例文とか、役に立つ例文をたくさん言っていたわ。で、実際、自分が日本教師やってた時に、みんなの日本語にはこんなちょっとしか例文がないけど、先生が生徒たちが喜ぶようなとか、覚えたくなるような例文をたくさん作ってくるとか、そういう感じで、授業。私の場合、そういう学校だったんですね。学校によってやり方違うので、学校によって授業形態違うと思うんですけど、受験のためだったり、働くためだったり、あるので、本当にこれ、文法シラバスって言っていいのっていうぐらい、シラバスなのかな。シラバスだよね。若干、私の中でも本当になんか、すっごい古い引き出しに入ってたみたいな感じの授業を見たみたいな感じなんですけど、どうしよう、ジュオリンゴ続けるかどうかになってしまってるんですけど、このセクション、しかもここ、ユニット6に来てすぐ、ちょっと、自分の、これ、宝箱開けるまではそれなりに楽しくやってたよねっていうことで、何こんなつまんなくなってんのみたいな。ちょっと何、ちょっと今、録画確認したら、変なところプツッと切れて、最後までご挨拶してるところも入ってなかったので、ご挨拶だけちょっと撮って、くっつけて、動画あげようと思います。両リンゴを続けるべきかどうかくらい、ちょっと、宝箱を開けるまでは楽しくしてた授業が、この踏み台になって、前韓国語をやってた時と同じような、語学の授業が分かってない、とても授業が嫌いな人が作ってる授業みたいな感じになって、続けられるかどうかみたいな
状態になっているんですが、まあ、このような状況がもう避けられないということになれば、もう自分たちで、自分たちで、私一人しかいないから、まあ、ちょっと助けてほしい人が来て、自分たちって言えるようになることを、まあ、希望してるんですけど、になれば別なんですけれど、とりあえずこの、本当に語学の嫌いな人が作ってるらしい、このテイストがどこに行っても逃げられないようだったら、ちょっと私が逃げようみたいになっています。というわけで、まあそうならないことを希望してるんですが、まあ、その語学嫌いな人のテイストっていうのがなくなることを希望してて、助けてくれる人と会って、その人と、まあ、語学なり、こう、まあ私もともと哲学とかだったりするので、自分の好きな領域で何か活動を続けることは希望してるんですが、そういう状況を、まあ、せずに願ってるということで、まあ、ただ本当にデュオリンゴ、この状況では続けられないということで、まあまあ、そうならなければいいなと思っています。ご視聴ありがとうございました。VTuber キバンイラです。チャンネル登録よろしくお願いします。